こんばんは、辰則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。卵焼き、厚焼き卵、MS6 個分、1個につき MS の卵を3個使っています。で、次がこれ目玉焼き。表面にたっぷりあるのは鶏油、鶏油ですね。チキンステーキを作った時に出た油をたっぷりと使ってます。もし僕が太っているとしたら、この鶏油を食べてるからかもしれませんね。たっぷりと遠慮なく鶏油を食べているので、その分体重が増えてるのかもしれません。で、みかん、親父の同級生ですね、亡くなった親父の同級生が作っているみかんです。いくつ食べるかは好み次第ですね。僕は甘いみかんよりも酸っぱいみかんの方が好きなので、酸っぱいみかんならたくさん食べます。甘いみかんならこれ1個です。で、アーモンドも食べます。この辺は数字の方ですね、記録の方で、画面じゃなくて記録の方で見てください。さあ、体重何キロになってるか、昨日より増えてるか減ってるか。増えてます、思いっきり増えてます。やっぱり鶏油がダメなのかな。鶏油はあまりにもたくさん使ってるからかな。 55.7、 体重 55.7、 体脂肪率 12.8、 基礎代謝 1308、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.1、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 55.7、 昨日より 300g 増えてますね。体脂肪率 12.8。 はい、もう一度、卵、 MS の目玉焼き4個、 MS の卵焼き、厚焼き卵6個、白ご飯、みかんで、それにアーモンドです。今日はこうしておきます。ご視聴ありがとうございました。